3回目なんですよ、実は。え、数えた、はい、昨日の夜、数えてきました。昨日の夜ということは、カモの夏祭りと、そうカモのお先祭りに、天使邪魔、そうそう、どっちも浴衣で来たんですよね。で、今日で3回目ということなんですよね。今日は、入れたらということで、気づいての通り、私たちリボンが、リボンがないんですよ。本当だ。忘れてきたんですよ。なんじゃそりゃ。すいません。すいません。なのでね、かわいいね。シュシュをつけてきました。どうですか？よしとしましょう。はい、それでは今日はフルマラソンカモの、はい、もう皆さんね、走って、はい、皆さん頑張ってください、頑張ってください、頑張れ。今日は1545人の方が、はい、フルマラソンに参加していただいています。頑張っていただきたいと思い、はい、私たちの方からは歌を、はい、行きましょう。はい、じゃあまずは1曲目歌を、はい、1曲目は私たちのデビュー曲でギュッと。その手でギュッとギュッと抱いて、離さないようにギュッと強く、春風に舞う桜の花びら、
か。あれで、ね、知らないですか。何でしょう。ためにご紹介をしていきたいと思います。覚えてください。覚えてください。覚えてくださいよ。じゃあ、じゃあ、レンちゃんから。はい、じゃあ私からいきます。皆さん、私がマイクを向けるので、そしたら、レイコルーンと言ってください。大きな声でお願いします。じゃあ、いきます。せーの。カラーは水色。レイコルーン。のっぴりわがまま。レイコルーン。元気な元気。レイコルーン。ありがとうございます。今日も一日頑張ろう。レイコルーン。ありがとうございます。最年少の13歳、さくらんぼ元気で G レイコルーンこと、高橋めぐです。よろしくお願いします。イエーイ。走りながらもレイコルーンさせていただきありがとうございます。はい、それではみんな、はい、アニメ好きでマイペースだけど明るい笑顔で明るい笑顔で頑張ります。みんなも笑顔になってみんな。はい、ありがとうございます。中学3年生ナーミンを改めましてみんなこと吉野みなみです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございます。はい、次、おかさん。はい、真っ赤なハートとパッチリお目目であなたもあなたもドキ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 、ちょっぴり天然食いしん坊。サクラブのドキちゃんといえばワカロン。はい、ありがとうございます。14歳のワカロンこと中尾ワカロンです。よろしくお願いします。イエーイ、ワカロン。私たちの新メンバーのオーディションがあったんですけど、はい、誰が受かるのか、ね、すごいドキドキなんですよ。皆さんも楽しみにしてください。はい、はい、では次の曲いきましょうか。はい、次の曲は最後になります。はい、盛り上がっていきましょう。ゴーゴー。
しをお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。これからのご活躍をお祈りいたします。頑張ってください。いやちゃんと今日こそお先しちゃおうや。10キロ地点フルマラソン通過。